始まりました。ライクスポーツの3分ラジオ。ライクスポーツのラララララ。はい、よろしくお願いします。本日シャープ051。本日の提供企業さんは琉球トータル引っ越しサービスさんです。いつもありがとうございます。最初に琉球トータル引っ越しサービスさんのちょっとご説明をさせていただきます。まず住所から沖縄県宜野湾市荒城1-12-6エクセル椅子の木にございます。今は4月ちょうど引っ越し終わってますかね、時期だと思うのでぜひ引っ越しを考えている方は琉球トータル引っ越しサービスさんにご連絡ください。よろしくお願いします。で、今回のテーマが引っ越しとなっております。なぜこのテーマにしたかというと、私菊山なんと引っ越しを考えております。パチ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 っていうことでもないと思うんですけど、じゃあずっと今年で26歳になるんですけど、なんと一人暮らしをしたことがなくて、ずっと実家暮らしなので、今年こそはちょっと出て、実家から出て一人暮らしをしたいなっていうのをずっと考えていて、考えてるのは冬、10月11月頃に一人暮らしできたらいいなと思って、今ちょっとお部屋を探しているところです。何かいいお部屋はありますか？画面越しの糸数さん。いや、喋ってきた。すぐ喋ってきた。すぐ助けを持って場所、まず土地はどのあたりがいいですか？土地は宜野湾か浦添を考えてます。うん、いいですよね、宜野湾。はい、どこにでもちょっとアクセスがしやすいというか、そうですね、そこを今は検討して、ずっとなんかネットでも浦添宜野湾で検索はしてます。ちょっとさっきね、話題に上がった八重瀬いいんじゃない説ありましたね。そうなんですよ、今ちょうど3月26日にライクスポーツ八重瀬店がオープンして、よく八重瀬に来るようになってから、ちょっと 敷地とかを見るようになって、敷地というか立地を見るようになって、あ、いいところだなって思ってきました。うん、もうなんか見れば見るほど分からなくなりますね、どこがいいか。どの道路を使うかにもよったりね、なんか確かに どこによく行くかにも本当によりますよね。そうなんですよ、意外と運転好きですもんね。はい、もうどこにでも行っちゃいます。終わっちゃいました。また続きは次回。本当か。